世界中に。今生でこのツイキャス上では20秒前です。はい、これどういうふうにやってるんですか。反射してます。なんか白く反射してるね。あの手元でこうやってそろそろじゃん。ハリー君、はい、お疲れ様でした。ライブ、いや本当に良かったですね。お疲れ様でした。まあ、ハリーさんの昨年の12月に初めてこの私のバンドでサポートしてもらった、はい、ベーシストとして、はい、で半年ぶりの昨日ライブでしたね。本当に楽しかったです。ちょっと私たちのその熱いライブを、はいはい、ちょっと聞いてみましょうか。マジっすか。はい、聞いてくれてます。水岡の曲です。土なりのロックオンミュージック。はい、沖縄で音楽活動しております一人土成と、昨日ベースを弾いていただいたハリー増田です。はい、どうも。いやどうもこんばんは。この今聴いてもらってるやつが、はい、昨日、はい、ハリー増田の足元で、はい、ハリーさんの iPhone、はい、で撮った、そうです。荒々しい音源を、あの自分のエフェクターボードで撮ったんで、あの自分のエフェクター踏むときカチッて言うかもしれない。いやでも意外にそうですね、聞けますね。 iPhone ってすごいですね。すごいんだよ iPhone、 ほんと録音性能いいんですからね。うん、いや良かったですよ。お疲れ様でした。何がいいって声がいいですね。あ、私ですか。はい、素晴らしいです。褒められてますね、ハリーさんに。うん、素晴らしい。あの どんなですか、この人のバンドでサポート弾く感じっていうのは。すごい勉強になりますね。こう自分のバンドで自分の曲やってると、このなんですか、他のバンドがどうやってるか分かんないです、うん、ずっと自分のバンドで自分の曲やってきたので、うん、たまにそのバンドでこう やると、あ、そういう風にこうメンバーに指示出すんだみたいな、うん、あれだね、これサングラスかけてると非常に喋りにくいんですよ。すいません。ユーストリームとツイキャスで見てる人はもうね、ハリーの姿が見えてるんですけどね、これラジオ上すいませんね、ラジオ上の見えてない方々、ハリー増田がね、なぜか今サングラスをかけてるんですよ。ちょっとブルーノマーズを意識して今日じゃ昨日大地さんが本当に言っていいんですかね。いいよ。あのステージ上で黒光りしててすごかったですよ。あのミュージシャン感がマイルス・デイビス、ダイビスか一人土成かぐらい黒光りしててで俺もなんかちょっと大物ミュージシャン感だと。マイルス・デイビス相当だよ。相当ですよね。いやすごかったです。はい、ルイ・アームストロングが登場した昨日は。うるさいよ。ね、対バンのあの谷口さんって東京から来られた方が、はいはい、フルートのイムさんが見てから透明感がすごいですねとか言ってて、一方ハリーは俺黒光りとか言われて、黒いのがなんか透明じゃないみたいな感じですけど、黒くかつちょっと透明でしたよ、ね、コーヒーみたいな。まあ、黒いはまだセーフだけど、ビカリが俺嫌なんだ。あ、そうか。ビカっちゃダメでしょうね。あ、でもマットな質感よりいいんじゃないですか。黒くてマットな質感とか、なんかそういう車たまに走ってますよ、ね。米軍なんであんなにマットなんだってやつ。僕は光ってる方がいいと思います。ありがとうございます。はい、ひとりつしなりのロックオンミュージック。この番組は毎回ゲストを招いて音楽の話題を中心にお届けする音楽バラエティ番組です。皆さんからのメッセージや質問など待っております。今日はハリー増田さん、はい、まあ、昨日サポートで弾いてくれましたけれども、はい、そのハリーさんが主催するバンド、はい、筋引っ掛け、はい、として後でゆっくり話聞きますね。そうですね、実はメンバーもう一人来ててそこでスタンバってますので、はい、もう次の曲かけた CM の時に呼びますんで、はい、マジっすか。メンバーじゃ、おい、はい、来る、呼びよ今から。はい、服着て早く。裸なの。
メールアドレスはこちら数字で797@fmgino1.com まで送ってください。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をインターネットで生配信しております。リッスンラジオというアプリをインストールすればインターネットを経由して全国どこでもラジオ番組として楽しめます。 FM ギノワンのホームページからアクセスできます。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、ハリーが昨日撮ってくれた、はい、曲を、はい、ちょっと流しましょうかね。また昨日の音源を。いや、いっちゃいますか。はい、あ、はい、ツイキャスの方にまこっちゃんからメッセージ来てます。バンドの音はやっぱりアコギでのソロとは違いますねと。ありがとうございます。もうハリーのベースがねブイブイ言ってますんで。ブイブイ言ってます。いや、最高でしたよ。あとあかり先輩のドラムね。あ、すごいですね。攻め攻めですよね。攻め攻めだ、うん、昨日 あかり先輩いつもとなんか違う感じでしたね。何が何が雰囲気見た目、うん、あ、真っ黒の服着てたからとかそんなのもないから。いつもってこうしておいでって言ったらあれなんでなの。え、大人っぽいイコールメガネかな思いました昭和の人間の考え方ですはい、質問権もう一曲ちょっと聞いてもらいましょう。はい、一人つしなりで Be My Blues 思ってます。いきます。 Be My Blues。 What theした曲は昨日のライブ音源で一人土なり Be My Blues でした。かっこいい。で今 CM 中は今ここの話が流れてる。あ、まこっちゃんが最高って。最高ですね。ありがたいっす。ありがたいね、まこっちゃん。ありがとうございます、まこっちゃん。もうすごいですね。何がすごいって声がドライブしてますよ。声がドライブしてる。しかもこれ1曲目ですよね今の。あ、そうそうそう、1曲目からこのテンション。あ、
あ、そうなんです。しかも前の人はしっとりと弾き語ってヤキ君がね、前の人も後の人もしっとりと弾き語ってるのに真ん中になぜか、そうそう思ったよ ね。どういうことなんですか、順番なんだこの順番はって。いやでもまあいいね、いいかかんない、うん、バンズがこんなで、なんハンバーグこんなはみ出てる、そうそうそう、食べづらい。こうバンズがすごいヘルシーな、なんかそば粉とかで作ってあるの肉がすげえ、油がすげえ、重量です、はい、この話今出てるんですか。はい、まあ、まこっちゃんは聞いてる。はい、今夜のゲストは筋引っ掛けの皆さんです。イエーイ、来ましたね、はい、ハリーさん、はい、改めてじゃあ自己紹介を。皆さんこんばんは俺たち筋引っ掛けボーイ、すごいぜ、メンバー半分しか来てないのに2倍頑張んないといけない、すごいぜ、はい、で今日来たのはマイケル西野です、よろしくお願いします。マイケル新ベーシスト、はい、そうっす、とあとメンバーがスネークゾンビ、なめかわ、ドラマー、ドラマーです。そしてギターがジャスミン、ジャスミン長田、ちょっと発音よくて、すみません、息ぴったりだねだハリーさんなんか弾くって言ってた。あ、そう、今日ちょっと楽器も最近あちこちでちょっとラジオとかね、うん、出させてもらったりしてるんですけど、うん、バンドっていうの言い忘れて終わったりして何だったんだあいつらみたいな話が多いのでちょっと面白かったあいつらは結局何だったんだ何しに来たんだっていうのはなるので、どこに行けば会えるんだみたいなあ、じゃあどうぞどうぞ自己紹介の時間与えます。じゃあ音楽もやってるところ、はい、じゃあ、皆さんこんにちは、筋引っ掛けと言います、沖縄でバンド活動してるナイスな4人組だよ。じゃあ1曲歌います。いいですか。はい、あ、間違えましたすいませんすいません、もう一回。アロハカカヒアカ、アロハアヒアヒ、マハロヌイロハ。 Thank you ほら、閲覧数が1人増えましたよ。いやー、よー、ありがとう。え、今はこれ、どこの言葉で歌ってるんですか。ハワイ語です。ハワイ語、はい、アロハカカヒアカがおはようって意味です。今、夜の番組でずっとおはようばかりなの。え、で、その後にアロハアヒアヒがおやすみって意味です。あ、なるほどね、失礼失礼、はい、おはよう、おやすみ、ありがとうっていう。あ、素晴らしい歌じゃないですか。素晴らしいんですよ。もう一回聴いてみようかな。もう一回、ちょっと早回しバージョンで。はい。アロハカカヒアカ、アロハアヒアヒ、マハロヌイロア。でもマイケルハモリ上手だね。マイケル上手いんですよ、歌が。上手いね、歌は上手くないですけど、ハモるのは好きです。素晴らしい、ハモリ能力ある人はね、はい、なかなかいないですか。いずれこのボーカルとベースがまた入れ替わる可能性がある。え君の生みたいに入れ替わってる。中身だけが入れ替わる。中身だけが入れ替わる。今、ね、ややこしい。僕がもともとベース弾いてたんですけど、うん、そうね、ベースボーカルで3ピースでやってたところですけど、彼がベースに入ったんですね、うん、はい。でも彼が歌もうまいので、うん、いずれ、あ、彼がベースボーカルになる可能性もありますね。え、とかハリーはじゃあ何すんの。プロデュースツンクさんみたいになってるの。ツンクさんみたいな。あ、嘘つけ、あなた人前に出ないともう死んじゃうでしょ。だってプロデューサーだけどやたらいるみたいな。鬱陶しいな。TRF もあれですね、徹夜小室なんとかみたいな名前ですよね。あ、そうなんだ。だから徹夜小室がもう前面に出てるみたいな、うん、筋引っ掛けそうしていきたいの。でも増田引っ掛けみたいな感じになるかもしれないですね。なんで増田引っ掛けあ、増えた、もう一人。あ、もう増えますよ、そりゃ。こんだけやってんだから、はい、じゃあレゲエバージョンいっとく。
ロハ違う何ですか何のレゲエ全然レゲエじゃなかったレゲエ裏打ちだからチャキッチャ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 ロハいけるねカカヒアカごめんこれずっとリクエストして終わりそうですあのねワンマンショーがあるんですよ辻さんそうなんです、 そうですじゃあちょっと宣伝を、はい、宣伝担当のマイコをよろしくお願いしますはい7月7日に茶壇町もつで筋引っ掛けのワンマンショーがあります我々筋引っ掛けはですね、うん、あのストーリー仕立てのライブ活動をやってまして、はいまあ、存じ上げております、はい、もう曲をする前に演技をして、うん、でそれで曲につなげるっていう感じなんですけど、うんうん、これがもう今回のテーマがハワイの日ワンマンショーナメカメハ大王の票を得何ハワイの日スペシャルナメカメハ大王の票を得そこだな気になったのナメカメハ大王あのメンバーにナメカワってやつがいるんですよだからドラマあるでしょほとんどカメハメハ大王と名前が被ってるじゃないですかナメカワカメハメハだからもうナメカメハ大王に彼を慕ってあげてで彼の秘宝をみんなで追うっていうテーマなんですね、うん、そういうメインテーマがあり、はい、メインテーマがあるんですでまたこの演劇の途中途中で曲があるとはいそうですね演劇っていうかまあなんですかねあれあるでしょもうララランドみたいなもんでしょなんすかララランド沖縄版のあの 大、ね、大ヒットしている映画、うん、もう上映終わってるかな、まあね、ララランドって実は見てないんですよね見てないんですかアナと雪の女王みたいな感じこうあのいいやセーフセーフあのありのままのが有名な曲じゃないですかだけどその前後に芝居が入ってますよねそういう感じですワンマンショーだからねワンマンショーですか、はい、よくね小芝居って言われるんですけど、うん、お芝居ですからねお芝居ここは言っておきたい、はい、小芝居ではないと本当だね失礼だ失礼です小さくしやがってみたいなそうだもうこのために私あの行きましたから浜松町のあの劇団四季ホールに研究しに、はい、マジでメモ帳持って見に行きましたよライオンキングどういう演出でその、ね、名曲につなげていくのかサークルオブライフはどこで歌うのかをチェックしてそれが生かされてるそれが生かされてるのが7月8日7月8日のワンマンショーモッツね茶壇町モッツです、はい、もう劇団四季と比べたらもうねだいぶお手頃な価格でやってますからおいくらなんですかあの前売りがね2500円、うん5コインですね500円生で言うとワンコインじゃないワンコインじゃなくてでもね劇団四季だったら20コインぐらいですからそうだねそうですよ全然違うね劇団四季で学んできたのすべてここに入れてますからもう何の遜色もなくしかも沖縄で見れるんだから沖縄で見れる沖縄で見れますはいぜひ来てください、はい、あのハリー増田は勉強家だよとってもなんか本当に勉強家ですもうすごいあのこの僕も昨日のライブのために2ヶ月ぐらい一緒に練習してたんですけどあの国立博物館一人で行って2日間かけてヘッドホンつけて全部 の説明あれを制覇しようとしてたみたいでまだ終わってそんな人聞いたことないでしょいやあれはそんだけの価値がありますでも全部聞けなかったとか、うん、悔しかったって言ってたわけあの僕子供の時から思ってたんですけど、うん、遠足とか修学旅行で博物館とか行くじゃないですか、うんうん、で2時間で終了とかありますよね、うん、おかしいと思うんですよあれもう博物館に行くなら1日全部当てないとあなるほど、うんうん、このなんか水族館行ってここ行ってここ行ってここ行って帰ってくるみたいな、うん、水族館でも終わらせた方がいいと思うんです遠足を集中してね、うん、そうそうそこでもう5時間過ごして終わりみたいなもうでも確かにね、うん、もうなんか流れ作業みたいになっちゃうもん、ね、そうそうそうもうなんかささって見て工場見学みたいな、ね、そうなんですよもったいないともったいないです、うん、あ今あるものを最大限にちゃんとこの学びたいと、うん、そうですやっぱハリーさんそこら辺ですわすごいですそれが生かされてるのが研究の結成果をすべて集約したワンマンショーがあります楽しみですよ楽しみですねこれは、ね、はい。じゃあ筋引っ掛けのまだ曲を聴いたことがないという方々ああひょっとしたらいるかもしれない確かにいるかもしれないですね筋引っ掛け何年やってんだっけ19年19年だから4歳の時からやってる計算嘘つき23誰がよ一応なんかあれじゃないあるじゃないですか僕
常々疑問に思ってるんですけど、このなんかバンドとか20代過ぎるとなんか老舗みたいな感じで扱われるじゃないですか。おかしいと思うんですよ、うん、芸事やってるんだから、うん、ね、落語とかと一緒だと思うんですよ、うん、40代でまだまだまだですよ、50代60代でやっと味が出てくる。そうだよね、俺たちもストーンズから見たらね、そうですよ、ペーペーだよ。なんで30代40代になったらなんか急に本当だ ね、 ね、その中古書みたいな、そう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 、うん、もうすごいロックバンドでこんなやってる人いるんだみたいな、何言ってるんですかです、ね、落語家とか70代でやっとですよ、この味が ね、 そうだ ね、 ね、うん、っていうことです。なんでもう踏まえてあ、そうだ、すみません、この曲を聴いてもらいましょう。いいですかね、どうぞ。はい、じゃあ聴いてください。筋引っ掛けでブランニューデイ。短い曲にした方がいいですか。
い、大丈夫。はい、お届けしている曲は沖縄のインディーズバンド、スジヒッカケでブランニューデイ。はい、はい、これあのピアノとオルガン入ってますけど、はい、私と昔バンドやってたミノコ Z さんがそうなんですよやっているということ で本当にありがたいことです。曲の途中のお芝居も、はい、ね、参加してましたね。お芝居じゃない、お芝居だと今改めて聞くと意味が全然わかんないです。どういうことと思ういや、ツイキャスの方にメッセージ来てまして、はい、これヒデさんですかね、初めて見ましたってことで、はい、オリジナルってことですねって。そうです、スジヒッカケというバンドのオリジナル曲を今流しております。はい、どうもありがとうございます。はい、これアルバムが2007年。そうですね、10年前ってことは13歳の時の曲うるさいうるさいだから西野あのマイケルが入る前だもんね。そうです。マイケルいつ入ったの？3年前です。もうそんなになるの？なります。何きっかけ？もう10年前からずっと誘われてて、うん、実は。あ、そう。実は初めて見た時から、うん、もう引き抜こうと思って、あの、あ、当時彼がやってるバンドから、うん、もう引き抜いて、うん、俺たちと一緒にやろうぜってずっと声かけてたんです、うん、でもちょっとそんな無理ですわって言われてたんですまあね、両立するにはね、筋引っ掛けはちゃんと、はい、ね、激もしないといけないし、ベースも難しいもんね、ハリーはね。難しいんですよ。いや、なんもないですよ、はい、でももう会うたびにしつこく誘ってた。誘ってもう本当にあの今のメインのバンドの片手間でいいからぜひやってくれっつってぜひやってくれってで首を縦に振ったと、はい、3年前についに根負けしてそしたらもうどっぷりハマっちゃいましたね。ハマった、はい、もう筋職に彼がもうむしろ引っ張ってる感がそういやいや、それはないよ。いやいや、さすがにハリー増田はこのメインのね、いや元ベースボーカル現ボーカル、ボーカリスト。あなたはこの前トランペット吹いてたよね。この人なんですかね、ベーシストを、うん、新たに入れたかった理由が、うん、自分がいろんな楽器やりたかったっていうのもあるんです。楽器が好きでいろいろ。あ、ベースだけじゃ、ベース、うん、じゃあベースはじゃあこのマイケルに渡し、マイケルにお願いして、俺は手ぶらになったと。でいろんな楽器をやりたいっつって、でトランペット、でトランペットがやったんですけど全然音が出なくて1オクターブ出るか出ないか、まあ、出ないんですけどなので、あ、これもう楽器と相性が悪いんだと思ってマウスピースがちっちゃすぎるやと思って、うん、トロンボーン買ったんですよ、うん、1オクターブ出ませんトロンボーンもこのサックス買おうかなって思って。あの基本的なこと言っていい？朝歌うんだからさ歌いながらできる楽器にしなさいよ。あ、だからね、気づいたんですよ、トロンボーン吹きながら歌えないと思ってだから最近新曲作ったんですけど歌なしでバカじゃないのトロンボーンもメインで、トロンボーン吹いた後にヨーヨーとか言ってまたトロンボーンを吹くっていう曲を作ったんですけど。謎のそれワンマンでやるんですかそれ？あ、それまだ完成してないんです。完成させてよ、はい、ちょっと次回。あ、そうで今回のワンマンライブ、はい、筋引っ掛けとゲストいるんでしょ？そうなんですよ沖縄のどうぞどうぞマイクに近づいて喋ってください。沖縄のアイドルでですね、うん、ポップキューンさん、はい、すっげえ可愛い4人組の女の子がいるんですけど、うん、その子たちにこう会うたびにぜひやってください。おい、そればっかりだよ。お願いします。ポップキューンさんが出てくれなかったらもう成立しないんですって。なるほど。台本にも盛り込んで、うん、ぜひ出てくださいって言ったらもういいですよって。もういい、みんないい人なんで、可愛い上にいい人なんです。7月8日、7月8日、モッツで筋引っ掛けワンマンショー。でもさ、あなたね、フライヤーにそれ書いてないんですよ。本当に申し訳ないなと思って、この筋引っ掛けワンマンショーのフライヤーをね、本当にゲストって書くんですね。いろんな街にばらまいてるんですけど、うん、彼ら、うん、そう、ゲストの名前が一切ないから、もう一回謝った方がいいよ、これ。すいません、すいません、ポップキューンさん、すいません。もうここをポップキューンに変えるぐらいですねポップキューンワンマンショーみたいなね、筋引っ掛けも出るよ。いやだからそれまた話が変わってくるから本当に快く協力してくださって、うん、これはどうなんですか、あれ、結構絡み多いんですか、ポップキューンさん。ポップキューンよくなんかゲストで来て、はいはい、1曲だけちょっとやって帰るみたいなパターンあるじゃないですか。ですね、ドリフターズの昔やってた番組で、うん、8時台を全員集合ってあるじゃないですか、うん、あったね。あれゲストが歌コーナーから出てきて、うん、その後コントもやるじゃないですか、うん、ああいう感じですかねわかりやすいわかりやすいけど若い人に届かないやとりあえず彼女たちが出てくれないとストーリーが進まないです。あ、なるほどね、うん、かなりキーなんですかね、キーなんです、キーなかなりキーなんです
ね、はい、なるほどね。じゃあまあまあ演劇要素もあり、はい、まあ、曲もある、そんな筋引っ掛け、ね、はい、もう一曲ちょっと聴きましょう。いいですか、はい、じゃあその、セカンドアルバムボルケーノからですね、はい、2007年発売のアルバムですね。2007年発売、タイトルチューンにもなっております。え、載ってる？なってません。なってないよ。タイトルチューンにはなっておりませんパチンコという曲をお聴きください。うちが田舎の町を出たんはちょうど16の時やった。ある日男の人がうちに来あって、父ちゃんの借金の香りや言うて、都会はええとこやぞ言うてせやけどうちは父ちゃんを憎んでへん。憎いのは、本当に憎いのは父ちゃんを、父ちゃんをダメにした。パチンコ、パチンコ、パチンコ。パチンコ。マスオさん、ご趣味は？実は僕、釣りが趣味なんです。素敵なご趣味なんですね。かくいうよしこさんはどんなご趣味をお持ちなんですか？私の趣味はちょっと言いづらいんですけど、実はパチンコ。お届けしている曲は筋引っ掛けでパチンコ、大名曲ですね。はい、これですね、うん、一瞬のひらめきでできたんですよ、うんうん、でしょうね考え抜いてこれだったらもうバカだよいつもだいたいこう練りに練って作るんですけど、これはスタジオ入ってなんか一曲作ろうで、降りてきたんだ。セッションしながら一発目でパー、はい、チンコそうだ、それやってたね。やってました。ちょっとね、シモの要素も入ってるんだよね。ちょっとセクシーな要素もね。なぜうざいよいや、お前パーンって止めたでしょ、今あ、そういう捉え方もできますねまあ、でもライブでは、その筋は、はい、このセクシー要素はそんなになくていいと思う。ああ、なぜ？もうだってほら、ハリーは言っても男前キャラだから、その男前ハリーを好きな女性ファンがいるじゃない、筋引っ掛け。そのせっかくアマハリーさんはかっこいいままでいてステージ上はみたいな。あ、要するに下ネタみたいなのやらない方がいいってことですか？あ、そうそうそう、もう下ネタ大嫌いなんですよ飲み会とかでも下ネタ言うやついたら帰りますもん俺。あ、そう、うん、くだらないっつって。でもパーそれはそれは下ネタじゃないですよ。お前やってたじゃない、前のワンマンで。それはあれです、あれなんか忘れない恋心みたいな切るとこちょっとタイミングがあ、そう、たまたまなんだね。そう、よくコールアンドレスポンスの時。なるほどね、うん、失礼しました、すいません、誤解だった、ね、しかも例があんまり良くなかったうまく下手だね今日あ、そして輝くウルトラそう、そう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 、ウルトラそうみたいな感じでパッハイみたいな、そこでしか切りようなんです、ね、だってパチで切ったらうんこって言いづらいです、ね、確かにでもこれコール&レスポンスするような曲じゃないよどうなんでしょうね、はい、すいません本当に。はい、筋引っ掛けのワンマンショーがあるということで、はい、改めてちょっと紹介をしてもらいます。OK、はい、紹介担当のマイコお願いしますはい、筋引っ掛けワンマンショーハワイの日スペシャル、ナメカメハ大王の秘宝へ。ナメカメハ超古いな7月8日、ライブハウスモッズにて
オープン19時、スタート20時、はい、前売り2500円です、うん、5コインです。ぜひ遊びに来てください。お問い合わせとかあります？予約先とか。ですね、筋引っ掛け、ホームページをご覧になっていただければ。で、あのラジオ上の皆さんはあれなんですよ、筋で間に星マーク入れて引っ掛けでやると、はい、多分より検索できるよね。そうですね、まあ、筋引っ掛けだけでもいいんですけど、だ出てくる、あのマージャンサイトに混ざってる。そうでしょ、はい、マージャンサイトの中から探すの大変なんですよ。マージャンっぽくないやつを1個選んでもらえれば僕たちです。あ、FM ギノワのツイッターで今、ディレクターの柳峰くんが、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ぜひ情報載せてますんで、はい、ツイッターはやってない人でもね見れますのでね。はい、ぜひぜひ探してみてください。はい、はい。いやー、もうあれですか、時間は、いや、ね、時間まだ大丈夫です。まだ大丈夫ですか、すいません。まあ今日来てないあの二人のこともちょっとなんか話してあげてよ。あ、じゃあタコ紹介しましょうか。うん。はい、じゃあ僕がじゃあスネーク紹介しようかな。じゃあドラマのスネーク。じゃあ僕がですね、今日来てない。筋引っ掛けのドラマーのですね、スネーク君の紹介をしたいと思います。彼はですね、スネークゾンビナメカワと言いましたですね。ナメハメハ大王に彼がなるんだろうね。そうですね、きっと当日はナメハメハ大王になる可能性が高いですね、彼はね。彼は北海道出身ですね、B 型、そして、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん。俺ハリーのこともそんな聞いてないのに急にドラマーのタコ紹介でドラマーの個人情報そんなに言うんだ。細かすぎた。あ、じゃあハリーがどこ出身とかも番組で全然言ってないのに言ってないや。じゃあ、あれだ、もっとみんなが欲する情報。そうね、ライブ上必要な情報というか、なんか彼ドラムすごい上手でですね、実はいろんなグループに所属してですね、そうね、今ドラマーとしてね、生計も立ててる。これちょっと言っていいか分かんないですけど、すっごい有名なグループにも入ってるんですよ。多分ね、日本中の人みんな聞いたことあると思うんですけど、フリーメイソンってことやべえやべえ、あまり大きな声じゃ言えないんですけど、彼は。あ、そうです、メイソンのメンバー、メイソンナーです。じゃあ、はい、お願いします。ジャスミン、はい、はい、ギターの、じゃあ僕が、はい、ギターのジャスミン中田さん、ジャスミン君ね、はい、紹介します。いいよね、うん、出身が、鹿児島県出身で九州男児、九州男児、ね、すごい男らしい、B 型の男性です、うん、B 型多い、出身とかいいんだって、だからハリーの出身も聞いてないんだけど、そうそうすごい、僕的には筋引っ掛けの中ではすごい面白い人、ハリーさんがすごい立ってるんですけど、うんうん、実はそうだね、ジャスミンさんが面白いんですよ。ジャスミンにあと変な役をやらせたがるんじゃない、みんな。彼がね、ぶっちゃけ一番面白いんですよ本当におかしい。僕とかスネークとかは無理して変な人ぶってるんですけど、ジャスミン君は素で面白いんですよいるだけでマッドだと一番、うん、マイコもちょっとそういうとこ実はあるマイコ、マイコちょっとなんか遠慮話してるんですよ、なんかこの後から入ってきて後輩ですみたいな。そうね、まだそれはステージにちょっと出てたな、はい、出てますよね、前回のワンマン。その遠慮しないでほしい、ぜひお願いします。まあ、でもちょっと先輩なんで。いやでもそれはね、逆に後から入ってきたからこそドンっていかないところも。わかりました。ユニコーンでいうアベビーみたいなぐらいのはっちゃけ方を、後から入ってきたけど一番はっちゃけてる。ああ、ラルカンシェルで言うと雪広みたいな出てくるで、ね、エンジンかかってきたね終盤にすいません。じゃあ次のワンマンショーに行ってみ、この7月8日楽しみにしてるので、はい、私も行けることが今日のお昼決まったので、お、ありがとうございます、仕事がなくなったっていうの、はい、でその時にじゃあ行きますんで、前回で出しますんで、うん、自分そう、あとまあハリーこれ言って大丈夫なんだよね、はい、このハワイに。そうなんですよ、実は僕このライブが終わったらちょっと2年間ほどハワイにちょっと武者修行の旅に行こうと思います、ね、はい、それで今日ウクレレ持ってきたんですけどハワイに行くんだっていうこの、ね、これハワイ行きが決まってこの内容になった。あ、そうです、筋引っ掛け、だから今回ハワイの日ワンマンショーなんです。7月4日ハワイの日、いや那覇の日です、まあ、那覇といえばまあハワイでしょみたいな多分ホノルルと姉妹校、姉妹都市ですね、都市とかになってんじゃないかなっていう、なってるかどうかは知らないですけど、はい、那覇の日イコールハワイの日、そう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 、そういう大きな括りでハワイの日になってます。青だねそうだから、こう本当リスナーの方ね、どうしようかなって人はぜひ行った方がいい。これもう2年間筋見れないということだから、はい、もう2年後に来たらガラッと変わっちゃってるかもしれないですもんね。本当だよ、ハリーがデイジーもハンバーガー食いすぎてデイジー大きくなってるかもしれないんだから確かに確かにショックだよとか、向こうで急にテクノとかに目覚めてなっちゃってるかもしれないですね。
曲の方向性曲の方向性が全然違うことメンバーとかいらないしみたいな。そうそうそう、一人で、寂しいな。ちょっと頼むよ、うん、ね、ね、ハリーがだからこのハワイに行く前の、はい、ラスト。そうなんです、ハワイ前、ハリー、ハワイ前、サーファーになる前の、そうだね、まだ白い頃のハリーが見れるのは今回限りです、ね、はい、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思ってます。しかも大地さんにも会える、一人土なりにも客席で会えるという地味だな横に座れる可能性もありますもんね客席の俺なんてただの人ですよ。いや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 、これお近づきになるチャンスですよ、ファンの皆さん。青だ、ほら、越山数も増えてますよ、どんどん。あ、本当だ。これは。ありがとうございます。はい。ヒデさんもよく書き込みありがとうございますね。いっぱいちょっと読めないんですけれども、なはなはって思う、ちゃんとコメントにあれしてもらって。ちゃんと全部聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあもう最後に、はい、意気込みを、ベタですけど、今日歌を歌ってもいいですし、はい、意気込み言ってもいいですし。じゃあ、あんたのバラードを一曲歌いましょうか。いいよ、どうぞ。なんでよ、あんたにあげた愛の日々を、さあみんなでせーの、さん、はい、あんたに、あ、ハモリだ、あげた歌うかと思ったのにそう、三重奏になるんじゃないの今びっくりした。じゃあ三人でハモるか、あんたのバラードで、うん、ワン、ツー、サン、はい、じゃーん、じゃん、あんたにあげた愛の日々を、ごめん、俺1オクターブ上になってるしむちゃくちゃだよ意気込みにします、やっぱり本当だよ、いきなりできるのこの曲やらないでしょ、だってやらないっすよくわかんないよ、もう精一杯死ぬ気で頑張りますんで、ぜひ来てください楽しいライブになっておりますぜひ。それは場所って言いました、場所言ってますよ、チャタンチョロッツモッツです、モッツモッツです、はい、はい、楽しいライブになるのでぜひ遊びに来てください、はい、ぜひ来てくださいね、はい、じゃあ最後にこの筋引っ掛けの大名曲、はい、聞いてもらいましょうか、はい、じゃあお願いします、筋引っ掛けで桜島。今日のゲストは筋引っ掛けでした、ありがとうございました、ありがとう。だけど、君
やつか俺も親父まるで親父ラジマ。はい、お届けしている曲は今度7月8日にワンマンショーやります筋引っ掛けで桜島でした。最高だね。桜島ジングルでもいい、うん、最後のジングル行こうかな、エンディングジングル、はい、しましょう。一言だけじゃ情報いただきましょう。はい、沖縄で音楽活動しております一人土なりのロックオンミュージックエンディングです。いやー、あっという間ですね。あっという間でしたね、はい、ちょっとだけあの PM エージェンシーのイベント情報だけ言います。今週末土曜日日曜日とアフラッドオブサークルの公演がございます。こちらまだまだチケット絶賛発売中ですので、でなんか日曜日のライブはですねちょっと趣向を変えて、まあ、沖縄からシャルマイケンアカネという若手のバンドさんが出まして、でアフラッドオブサークルも MC なしのライブ、もう曲ガンガンやって、すごいっていうなんか趣向のライブするみたいですので、ね、ぜひぜひチケットは、まあ、ファミリーマートローソンさんとかで販売中ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ハリーさん、はい、ワンマンショー、はい、楽しみにしてますんで、ぜひお越しください、はい、あとあの改めてあの練習ありがとうございました。いやいや本当にいい勉強になりました。素晴らしかったですね。ハリーさんはこのベースの、はい、俺フレーズ作るのがとっても上手だなと思って、ベースのメロディーを作るのがうまい。あ、そうですか。うん、なんか印象に残るメロディーをすぐ弾いてくれるから、うん、だからボーカル歌っててちょっとそれが楽しみだったりもするんですよ。ちょっとギターの人はやりづらいかなとも思いながらやってるんですけど、ちょっといやなんか全然 そんなぶっ飛んだフレーズ弾いてるとかいうよりはちゃんと歌を聴いてフレーズ作ってる感じとか、 あとなんか曲の雰囲気をつかむのが上手だよね。ここはこの曲はちょっとファンクっぽくとかブルースっぽくとか、うん、ロックンロールっぽくとかなんかそういう引き出しが多いのもハリーはすごいなって。そうですか、うん、思いました。恐縮です。はい、はい、なのでまああのワンマンショーの時はまあベーシスト、はい、ハリーではなく、はい、まあ、メインボーカリストハリーとして途中でマイケルが倒れたりしたら弾くかもしれない。可能性は。何をする気だ。おいお前マイケルに何をする気だ。いやいや、やめろ。敵に囚われてね、弾けなくなるかもしれない。マイケルが縛られてしまう。あとワンマンショーね、あのゲストさんが、はいはい、フライヤーにはちょっと載せれなかったということで、はいはい、あのもうすぐ筋っかけ その YouTube の方で、うん、あのポップキューンさんが出るよっていうのの告知ビデオが、うん、本当ドンと出るのでぜひお楽しみに見てください。筋っかけ、筋で星マーク引っかけで検索すると、はい、より検索引っかかると思いますので、はい、はい、ひとり土なりのロックオンミュージック、来週は男性という2人組のユニットが担当しますので、皆さんからのメッセージや質問随時受け付けております。
メールアドレスは数字で797@fmギノワン.com までお待ちしております。懸命にロックオンミュージック宛てと明記してください。はい、ハリーさん、はい、まあ、ワンマンショー終わって、はい、ハワイ、はい、もう行くということで、ワンマンショー終わって、うん、夜終わるじゃないですか、うん、次の日の朝7時にあの元武港から出ます。フェリーで、フェリーで、はい、フェリーでハワイ行くわけじゃないでしょ。フェリーで鹿児島まで行きます。そしてちょっとずつ運転しながら、うん、あの関空からだったんですよ、ハワイ、ハワイ便が、うんうんうん、だから車でそこまで行きますなんか借金取りに追われてるの。いやいや、自分沖縄来るとき、18年前沖縄来るときにフェリーで来たんですよ、東京から、うん、だから島出るときもフェリーで出た方がいいなと思って。なんかかっこいいね、うん、なんかトークもかっこいいけど、なんで急にサングラスをかけ始めたの。いや、ちょ、締めなんで。お前ラジオなんだからさ一応ユーストツイキャスやってるけど、ラジオなんだから雰囲気が伝わるじゃないですか声でも、なんか違うなっつってバカだよもうサングラスかけてるとあの俺喋りづらいからね、表情が読めないんだもん、すいません眼力がすごいですからね。あ、いや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 、チャームポイント目ですから、ね、いやいや、ちょっと最後に一つ聞きたいことがさっき急に出てきたんですけど、はい、何ですか。 PM エージェンシーのさっき宣伝してたじゃないですか。ああ PM エージェンシー、 PM、うん、PM って何の略ですか。 PM? なんかピンハネで儲けるって言ってたけどそんなこと言っていいですか番組。いや冗談だから言っていいでしょピンハネで儲ける冗談で言ってるでしょ。悪い会社みたいじゃないですか俺大事クビだらんからお前まあギリギリアウトだよねこれまあ、ね、来月からいなくなってたらちょっと皆さんねそこはまあまお察してください。まずいわ、一緒に来ますかハワイそしたらまあそんなこんなでね、はい、ハリーさんもう2年間もう待ってますので、はい、また帰ってきたら、はい、機会あったらぜひベース弾いてもらいたいので。あ、ぜひお願いします。もうハワイでブリブリ練習していきます。はい、じゃあ今日の最後は、はい、昨日ハリーがベースを弾いてくれた、はい、曲を聞きましょうかね。どれ流すんですか。あれですか、あれですか。うるさいよ。あれすごいですよ。一人土なりだよ。ロックンロール宇宙へ。うわあれか。
お届けしている曲は私一人土なりのバンドバージョンでロックンロール宇宙へという曲でした。昨日アウトプットでライブをやったその時の音源ですね。はい、あの筋引っ掛けですね、明日ですね6月17日金曜日、那覇のイオン那覇、イオン那覇です、イオン那覇19時半からインスタライブ、無料ライブやるそうなので、はい、こちらもよろしくお願いします。7月8日筋引っ掛けのワンマンショーライブモッズでありますのでね、ぜひぜひ応援しに行ってください。はい、一人土なり次回のライブ決まっておりませんけれども、まあ、何かしら決まりましたら私のウェブサイトに載せますのでよろしくお願いします。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りしました。ハリさんありがとうございます。ありがとうございます。マイケルもありがとう。バイバイ。すごい。